はい、どうも、みひろさんです。お疲れ様でございます。まあ、木、金、土、日と、まあ、親がいたんですけども、ようやくお帰りになりましたというところです。ほんまやったらね、大阪難波まで付き合ってお昼ご飯までご一緒する予定だったんですけども、まあ、ちょっと雨が降ってきたっていうのと、まあ、さすがにおじさんもちょっとね、一人暮らしが長いもんで、二人でずっといるっていうのに結構疲れてしまうんですよね。まあ、そんな状態じゃとても結婚もできないんですけども、はい。まあ、ちょっと一人で落ち着いたので、まあ、ちょっと軽く休めてですね、動画投稿とか、また、通常通りやっていければなと思ってます。この後ちょっとだけライブ配信して、まあ、寝るかなというところですね。午後以降、まあ、どっか出かける用事があればですね、出かけて、また、ショート、ムービーを撮って、で、寝て、で、またライブ配信するかな、みたいな。なんかそんな感じでございます。はい。まあ、特に、なんかあるかって言われたら別にそんなことはないんですけども、まあ、一応ね、記事としては何個かあるんですよ。で、それはまたおいおいやっていくとして、ぼちぼち、体を休みながらですね、また通常ペースで動画投稿できればな、というふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。で、まあそういうニュース関係もそうなんですけども、まあ実は、借り入れ、まあ言うたら親からですね、何もか貸してあげるって言って言われたやつの、一定、金額をですね、株に、金曜日ぶっ込みましたんで、それの、言うたら話であったりとか、まあ考え方であったりとか、そういうところをですね、まあちょっとまた別の機会でも話するなと思ってます。おじさん喋ってて、すぐ物忘れるんで、いや、この前そんなこと言ってたよっていうようなこと言っていただきながらですね、思い出しながら投稿しようと思ってございます。はい、以上です。